こんにちは、姉妹キッチンと申します。このチャンネルでは私の飲食業での経験からご家庭でもお手軽で簡単に作れるメニューをご紹介していきます。はい、今回はスパゲティ、車エビとフレッシュトマトのレモンガーリックソースをご紹介いたします。車エビを贅沢に使ってレモンとガーリックの効いたソースでパスタを作ってみたいと思います。材料はこちらになります。概算ですが材料費も記載しておりますので参考にされてください。はい、では早速作っていきたいと思います。まずレモンは、半分使います。で、皮を細い千切りにします。で、この白い部分を、取り除いて、千切りにします。あとこういったゼスターがあれば、粉状のものも作っておきます。はい、トマトは、ヘタを取って、半分に切っておきます。はい、でエビは、角とヒゲを、落とします。で、背中から半割りにして、背わたを取り除きます。はい、ではフライパンにオリーブオイルを加えます。はい、中火ぐらいにかけて、盛り付け用のニンニクのスライスを揚げていきます。はい、きつね色になったら取り出しておきます。はい、続いてニンニクのみじん切りを入れます。はい、唐辛子を入れます。とアンチョビも入れます。はい、ではエビを炒めていきます。はい、ではパスタを茹でていきます。塩コショウをします。はい、エビに火が入ったら、白ワインを加えます。ではトマトを加えます。で、一旦火を切っておきます。はい、ではレモンを絞っておきます。はい、レモンの皮も入れます。で、もう一度火にかけて、茹で汁を加えます。で、一旦エビを取り出しておきます。ではパスタが茹で上がったのでフライパンに加えます。
はい、さっとあえたら完成です。では盛り付けていきます。はい、盛り付けて完成です。はい、今回はスパゲティ、車エビとフレッシュトマトのレモンガーリックソースをご紹介いたしました。車エビは殻ごと調理することでいい出汁が出ていて、レモンガーリックソースとの相性も抜群です。よかったら皆さんも試してみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。